さあ始まりました。慎太郎が先に取って、哲さんが当たる。さあニコニコ動画になると強い元気、撮影の時には2倍の強さが出ると自分でも言っている。さあ慎太郎がこれまさか伝わるまで行ってしまうの、ついに慎太郎時代が来るのか。さあ元気がお手玉にされる。さあこれで勝ってる試合がないと自作ができないと元気が。自分さあ元気がちょっと元気らしくない。さあゼッションをしっかり投げて、そこにダイフルが置いてあるがガードされてしまう。さあ元気が珍しく膝からレイド。ニコニコ動画を俺のファンが待っているぞと、いつもニコニコ動画を撮影するときは言っていますが、さあそこでまあ慎太郎だし1回ぐらいミスを負けねっていういつものゲームが強くなった。さあ大満足さん、テス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 さん、ちょっと見ましょう。さあ読んでいたのが慎太郎、今のはね、いや思ってなかった。わーお、読んでたわけじゃないのか。さあ空対空でタッシュ系からなぜか後ろジャンプ。さあゲージ発動してどうする。慎太郎これで元気をここで取っておきたい。慎太郎ここでの元気を伸ばしてしまう。元気のスーパー根性値働いてしまう。取り返す元気。さあいきなり強気の EX エルボーかな。よしよし投げて、さあ元気の画面で始まるのか。中足 EX ラッチャーからのレイドビヨンナイ。さあ中段が当たって、さすが元気といったところ取り返す。それでは本日王者、初の王者誕生ですね。さあ元気がここでつわものに上がることができるのか。漏れなくつわものになりましたね。抜き剣とボス豪気が待ち構えてるけど、元気にはすごい素晴らしいプレゼントが待ってますからね。といったら始まってます。さあフラッシュで膝投げが決まって、さあカブロから膝メイド決まって、勝ったのは元気。完全に元気がちょっとレベルがやっぱ高い感じなのか。投げが決まる。さあ今ハイボスだったらハイジャンプでしたね。今ボスだったらハイジャンプ、フラッシュで投げをすかして、さあ声優を5位に投げを2回、ガンヘリ投げて、チライヤシ膝フラッチョからの中段まで少し暴れる。投げが決まって、元気強い2連勝。それでは他の待機お願いします。両替の方お願いします。ファイターズレディエンゲージ。さあ始まりました。元気ないなお。さあもう実力ともに2人とも10段はあるといった感じですが、先にコウシュンとピエロに抜かれているつわものですよね、コウシュンとピエロは。さあ珍しくミスったところにミスミスと重なって、中盤まで強気。さあダートからコウくんまだ知らない元気のアズル、ワーオが決まって KSK にはなんなかった。ちゃんとコウシュンターゲット、勝ったのは元気。投げはグラップされるか、ダイフラ。さあフォアガー効果確認できず、膝 EX クラッシュは決めし。さあ恐ろしいアレックスが走ってくる、恐ろしいガメージ強すぎるぞ元気。そこでスタンドからダイフラ確認強す。元気ここでつわものにリーチ止め、プロが次で真っ向格戦。投げが決まって、さあこれに勝つ元気昇格。さあどうやって止めにかかる慎太郎。この状況の慎太郎はちょっと弱いというイメージがあるが、めくり雷撃当たっていたのに、
敵のやつにね、しっかりダメージを回収して、さあ、テッションの果敢を見せる。さあ、ここで、ワンチャン、ゲージ、ガトイックの間に2作を切り入って、リーチをかけたのは、元気、ザオのリーチ。ちょっと、これ、元気強すぎます。俺のファンが待っていると。ファンは自分だということにもうバレてるんですかね。さあゲージ発動して、ここで元気を簡単には上がらせないぞと死んだろ。フィッシュの抵抗、テスさんテスさん中盤認証が決まって、ここでも決める投げが決まる。さあこれゲージが溜まると分かんない展開、逆にこれは元気のターン。おお、一選手をしっかりバラして、正面でと死んだろ。中足に前足を差し返す、完全に投げ焼きなんで中断です。アモの昇格、おめでとうございます。元気さん、アモの2昇格で